小倉競馬場第6レースサラブレッド系3歳の未勝利戦ダートコースの 1700m 戦出走馬16頭の競争です。暑い石田翔馬上から受けての各馬の枠入り、砂の表面相当乾いて熱くなっていると思いますが、その砂を踏みしめて最後に16番のランドヘルメースがゲートに向かいます。16頭がゲートに揃いました。スタートしました。まず好スタート、内から5番のアイスミディ飛び出します。内から2番のレイデマー、そして外から追い上げて8番のビットピークス、さらに9番のドリームバンベ、外から10番のテイエムダイヤラシが続いていって、外に13番ながらリバー、4番手の外、間から7番のエクスパートラン、内から2番のレイデマー、その真ん中突っ込んで3番のサンライズアミーゴ、1コーナー回っていきました。一段になっていますが、まず抜け出て5番のアイスミディ先頭で1馬身半のリード、2番手8番のビットピークスが追走、3番手外10番のテイエムダイヤラシ、第2コーナーのカーブ、その後ろにサンライズアミーゴ、内2番のレイデマー、さらにエクスパートランと追走で向こう上面に入りました。この4番手集団の後ろ、外にながらリバー、あとはキングズスピーチ、その真ん中にロードバラーレが接近、内1番のヒルノコルドバ、中団グループ固まって押しながら外、14番のダノンカイザーもこの集団です。向こう上面中間を通過、その後ろ後方待機は16番のランドヘルメース、内12番のイリアンソス、2馬身から3馬身があって15番のレイブンウィングス、3コーナー回っていって、その後ろに9番のドリームバンバン、残り600切りました。最後方遅れ始めた11番のゴッサム、3、4コーナー中間から4コーナーに向かって、さあ先段グループ固まってきました。楽な感じで外からエクスパートランが並んできます。真ん中テイエムダイヤラシ、内粘っているアイスミディ、4コーナーカーブから直線コースに向かいました。さらに外に出した3番のサンライズアミーゴがこの3頭に迫ってくる。追い込み勢、その後ろにロードボラーレ、ちょっと苦しいか、残り200を切りました。抜け出たのは7番のエクスパートラン、3馬身のリード、2番手懸命に追っているサンライズアミーゴ、3番手争いは接戦になりそう。大外から一気に15番レイブンウィングス、7番のエクスパートランゴールイン、3番のサンライズアミーゴ2着、3着争いは混戦、時計は1分46秒9。抜け出たのは7番のエクスパートラン、4番手集団の外から3コーナーから4コーナーのところではもう先頭グループに並んで直線抜け出ました。サンライズアミーゴ外から前3頭に接近、差を詰めましたが2着まで、その後3着争いは2点3点して大混戦になりました。6番ロードボラーレもようやくこの3着争い、16番ランドヘルメース、外から15番のレイブンウィングス、内粘った10番のテイエムダイヤラス、大接戦の3着争いでした。勝ち時計は1分46秒9、上がりゴールまでの 800m51 秒1、 600m39 秒0でした。7番のエクスパートランが抜け出ました。2馬身のリードを取ってのゴール、3番サンライズアミーゴが2着、その後3着争い、今ターフビジョンに移りますが、16番のランドヘルメース最後に3着に上がってきました。外一気の足で15番のレイブンウィングス、そしてその間6番ロードボラーで粘った10番のテイエムダイヤラシ、大混戦でした。この3着争いわずかに16番ランドヘルメース制して3着は確保したでしょうか。時計は1分46秒95着以降は写真判定に持ち込まれました。1着7番エクスパートラン、2着3番のサンライズアミーゴ、3着16番ランドヘルメース、4着15番のレイブンウィングス、5着6着写真を参考に判定します。勝ち馬の確定と払い戻しの発表までお手持ちの勝ち馬投票券はお捨てになりませんようにご注意ください。